スノーマン渡辺翔太、大胆、オフショットに、刺激強すぎ、直視できないと反響を相次ぐスノーマンの渡辺翔太が29日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し、反響が寄せられている。渡辺翔太、貴重なオフショットに反響を相次ぐ。この日、渡辺は、整ったって感じで、鎖骨周りを。 アピルやつとコメントし、サウナを訪れた際に撮影したと思われる自撮りショットを公開。上裸で頭にタオルを乗せてリラックスした表情を浮かべる貴重な姿を披露した。この投稿にファンからは、サウナ後でも美女最高、ドキドキ、美しい、肌が綺麗、直視できない、刺激強すぎる、贅沢ショットありがとうなどと反響が殺到。 30日の12時時点で6000件を超えるコメントが届いている。